にちは、アクセルの大阪です。皆さん、人に伝わりやすい話し方ができていますか？ここでは伝わりやすい話し方を効率的な話し方と呼びたいと思います。特にビジネスシーンにおいて効率的な話し方は必須スキルです。取引先に自社をアピールしたり、会議で自分のアイデアをプレゼンテーションしたり、電話対応などなど、実際話し方に自信があるという人は少ないのではないでしょうか。今回はそんなあなたでも簡単にマスターできちゃう効率的な話し方をレクチャーします。話が上手な人は相手を理解し、適切な言葉で自分の考えや意図を的確に伝えることができます。話し方や伝え方を通してその人の人となりが伝わることも、自分がどのように相手に伝えたいのか常に意識し話をすることで人間関係の改善にもつながります。相手の話をよく聞く。聞く力を高めることで相手の意見や質問に対して適切な回答がしやすくなります。相手の話は落ち着いてしっかりと聞いてみましょう。言葉遣いや表現を磨く。適切な言葉遣いや表現を使って自分の考えを伝えることでより理解が深まりやすくなります。また言葉遣いを気をつけることにより相手の耳にとても心地よく言葉が伝わります。読書などを通して言葉について学んでみるのもいいかもしれません。自分の考えを端的にまとめる。話したいこと、伝えたいことの結論を最優先に話をしてください。ダラダラと話をされると何が伝えたいのか、知ってほしいのか分からなくなります。相手の方が混乱する要因にもなります。話す前に自分の考えを一度整理してみるといいかもしれませんね。効率的な話し方のポイント、いかがでしたか？これらの習慣を日常生活に取り入れることで伝え方のスキルが向上し、ビジネスや人間関係での成功につながります。ビジネスにおいて伝えたいことを明確にし、情報量を絞り、分かりやすくシンプルな言葉で伝えることはとても大切です。例え話などを交え、相手の理解度を確認しつつ伝えることを心がけることで、より効率的な話し方ができると思います。ぜひ実践してみてください。